です。お疲れ様です。今日はついにやってきましたね、この日は。はい、待ってました。今日の対決は30分。はい、チッターの新米子の駅からすぐ、まあ、3分ぐらいのところやな。うん、そうですか。で、なんかこの町自体がなんか大食いの町になってる。大食いが5カ所、6カ所あるらしいんですよ。たまたまちょっと知り合いの知り合いみたいな感じで、特別に今日はチャレンジさせてくれるということで。気合い中マッチョ軍団で、あのちょっとメンバーチェンジをしまして、うん、今日はもう勝ちに来た。勝ちに来ましたね。ちょっと自己紹介ちょっとお願いします。ベストボディ優勝者の大木田君。隣の生田君もその大会に行ってるんですね。はい、あの大会出る2人で。なんでこっちは優勝したの？優勝ではないですね。2019年3位。3位。で、まあ、そのうちベストボディに出るよっていう、うん、あれはボクシングで結構暴れとった。そう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 。誰と対決したっけ？ミッチか。違う、リュウジ君。リュウジだ。結構暴れとったやつだよね。リュウジ、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 最後、ユウ。何気になった？ユウ。同じユウなんだわ。ユウユウだな。ユウユウ。日向と斉藤で分かれとんだけど、一人だけいいですよ、さっきと。一番ホルモンの量がちょっと少ない。一番ド変態よ。全然ちっちゃい。小さく言います。はい、だよ、抜けるのもいいし。これ抜けるんですよ。嘘、抜けるのに入社しました。勝った僕っすか。カメラ向かって、もうここ俺フォローしたらいいだろ。喋れるとこは見せたらいいやつやん。まあそうっすね。まあ楽勝っすね。お父さんがコーヒーを。パパの横行っていって。コーヒーを。強いよ。強いよ。家族の付き添い。何だったらみんな召喚する。YouTube 的に OK だけど、店に合うと言われるやつ。確かに。ゲージ、最後の。やっぱあの体と胃袋が全然違うんだね。やっぱり体でかくても胃袋ちっちゃいんで、みんな分かんない。もう僕らはね、現場でね、朝から晩までコンビニ弁当食ってるんだよ。よくやられとるやつや。いいやられとるやつや。全然余裕で勝ちますよ。余裕勝つよ。その前にいつも大食い全然食わねえよ。お前は爆速まで立てるだろ。チンクラクションだ。やりましょう。僕自分だよ。本当に？本当に？パンダ。パンダ。地元で有名なの。地元で有名なの。なるほど。おん。地元で4人ぐらいしか間違いだろ、こいつ。じゃあ最後。1人。はい。本当ですね。まあ先ほど入社したばかりで、僕もう一つぐらいから見せていただいて、お前をさ、なんかまた戻ってこいってあの動画でドミトルが叩かれてる。みんなの気持ちがないよ。見せよ、お前。なかなかきちっと喋ってコミュニケーションが起こんじゃん。いや、なんか、うん、ぐらいあると思う。やべえ、やば。これ見てもらえるじゃん。こんなの食えない。すげえよ。酒も飲める状況じゃない。一番本丸だ。こんにちは。わへぇ、あの酒俺くれになったよ。ラーメン、ラーメン普通に食べる。説明始めますか。スープは飲まなくても大丈夫です。青森のりこさんは全部飲んじゃったけど、それは有名なお酒です。はい、大食いチャレンジを今やっておりますね。どでかいチャンプをと申すので、他にもね、あのハンバーガー、そこのね、ミニシュラバーガーでも大食いチャレンジで、ここがもともとのお店なんですね。でこちらハンバーガーの大食いやってて、ここが発祥の地です、はい、で、あの新米粉でもこれを広めようということで、はい、あのウィッシュボーンキャンプアルテの喫茶店、ね、はい、とうちとやり始めて、はい、で我も我もと続きまして、ね、今あの秀丸さんと、はい、マドレさんも今入ってますのでね、もうね、西の西土台の方ですね。はい、近くで、これ近くですね。そうですね、久しぶりの店で広めよう。この女性はお姉さんか。違います、秀丸さんです。こちら秀丸さんです。全部コンプリートするととても楽しい。全部コンプリート完食したらなんかあるんだ。あると思います。何容量はどれぐらいあるんですか。ですね、何キロみたいな。麺だけで1キロ。麺だけで。あとはもうスープでちょっとあの均等になるように測ってますけれども。麺で1キロ、茹でる前ですか。茹でそう、茹でる前。茹でる前で1キロ。麺 1.6 倍になるで1.6キロ。すごいね、詳しいね。1キロ以上入っとるで、野菜が多分3キロぐらい。ここ一応全然でかい。でかいね。今32分、35分スタートでしょうか。はい、3分ぐらい。あ、いいよ、3分ぐらい。はい、35分だった。
あ、35秒になりました。はい、よっしゃ、じゃあ、鍵声お願いします。はい、よーい、始め、やりますよ、食うこともトレーニングでとこ見してやろうか。うわ、卵胃に来る。すごい。どうですか、お味は。全然美味しいですか。美味しいです。ちょっと温めすぎました。甘い。でも美味しい。坂本のやつめちゃめちゃ湯気出てる。作戦ミス。塗り替え道場は器に移してから食べてる人が全員ですけど、松本さんは鍋ごと行かれてる。やば。なんで鍋も食べていいんですか。作戦。あ、食べれたら食べてください。腹に。本当ですか。翔くん早っ。そう。大丈夫ですか。もう麺ないじゃん。え、嘘、嘘でしょ。本当にもう麺ないですよ。マジで。マジで。早くね。え、そう。麺じゃん、これ全然。いや、もうパンじゃないんで。パンじゃない。作戦、作戦。マジで。食べれるね。結果少なくなってますね。そのまま入れたら多分死ぬでしょ。まだ余裕ですか。きついです。あ、もうきついですか。もうパスタがね、麺が汁吸っちゃうで。あ、そういうことか。さっきから食っても食っても増えてってる感じがするもん。めっちゃすか。麺が増えてるわ。食う量に伸びる量に追いついてない。まだ8分余裕だな。残り21分なんです。で、今初めて聞いた。すごいね。調査調査調査。ゆうじくんめっちゃ早いじゃん。そう、ゆうじも早い。あ、本当だ。マジでもう麺なくなりますね。ない。え、すごっ。そう、麺がなくなります。じゃあ、切り口はもう、はい、見えな。ショックやばくないですか。俺だけど、乗ってね、我慢だよ。もう、お腹膨れそう。もう、パンパンだよ。この顔見て、めっちゃいい顔しろよ。めっちゃ振り返しろよ。急に入った。あ、でも、元気してるな。元気してるな。戦ってます。うるさ、お前。やばっ、やべ。限界来てません。大丈夫ですか。まだあと20分ぐらいあるんで。あ、マチョ君、まだ真ん中いけるか。まだ真ん中余裕だな。筋トレも食事も追い込んでたもん、ショック。かっこいい。量がでもあんまり減ってないよな。痛めたな。やばいっすか。なんかトロですね。トロですか。キャパ広がる。え、腸に落とす作戦です。腸に今落ち込んでしょ。早っ。社長すごくないですか。すごい、パニケースが違う。あれ、結構いっとんね。すげえ。すごいですよ、さすが社長ですね。43歳。ほんと44歳ですね。残り15分ですね。これ15分。こっから偉いな、やっぱ。ちょっと立ち合ってる。今んとこ社長。いや、だから多分社長の方が少ないです。そう、そう。何お前地元で有名で。俺あんまいけるの。山田だって言ってよ、言うの。そう、ちょっと思った。別に普通に別に普通に別にそっからラーメン食うかもしれない。すごい、すごい、社長すごい。うぇー、嫌われてる。うまい。僕嫌われてる。普段もやっぱ食べないんですか。こっちからは減量してる。胃がびっくりする。俺もう行ったよ、最後に行ったよ。やば、やば、すごい。嘘だ、本当に。うめぇ。うわ、すげぇ。怖い。結構あるわ。すごい。結構あそこからなんだ。俺いけるわ。この丼で余裕入るね。俺いけるわ。シャシャ飲んでないイメージだよな。シャシャすごい。社長とパパどっちが好き。YouTube 映えするわ。ここ使っていい。ありがとうね。おお、すげえな。おお、すげえ。すげえ。やばい。オフマイクの YouTube チャンネル持った方がいいんじゃないか。シャシャ僕のために頑張っていって。そしたら頑張れ。お前、シンプルを飲むの。やだー。シュヤ君どうです。あ、もういくじゃないですか。もういく。え、そう、もう、どう。でも、まあ、もう最後全然出ない。危ない、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 吐き口あるからな。頑張れ、頑張れ。考えない。
はい、チーズは。はい、チーズ。あと6分。はい。あげるんだ。もう試合終了です。ラスト3分が勝負だよね。そこまで体力温存で。そうですね。すべて3が必要ですからね。そうそうそう。初めの3分、中間の3分、最後の3分。3-3-3運動。あれ。巻き返せますね、これで。今、限界の中で来てるんですよ。残り3分です。どうですか？最後まで美味しかったです。だけど、噛めないし飲み込めませんでした。残り2分です。あと40秒。いや、あと40秒だもん。いけます、いけます。いけいけ、口に全部入れやりたい。口に全部入れやりたい。やばい、やばい。やばい。ハラミさん、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 出るわ。大きいのどっちですか？電車、電車、大きいの、大きいの。奥にあります。奥にトイレあります。こっちにもあるという。ありました。だいぶ2つある。あ、2つあるらしいです。はい、はい。これ俺、いいよ、公開でもいいよ。やばい、やばい、無理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 。やば、めっちゃ出た。また食べてるんですか？おいでおいでし、おいでし。見た目でいいんだよ。見た目でいいや。見た目でちょっと話した。29。おお、すごい。じゃあ数えてきよう。4、5、3、22。分かるの？4。すごい。22と29だからどっちが多い？29の方が多いから、29の方が勝ちだね。どちらが勝ち？短いから。おーい。優勝は減量してます。減量して敵が半分ぐらいになっているので、減量してなかったら、はい、多分全然行きましたか。もう寿司とかみんな100貫とか食うやつだ。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。一勝三敗だね。一勝。俺は三勝。うん、三勝一敗。おお。下がっちゃった。また次回。マチョルさんと面白い対決考えてますので、はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。コメントお願いします。負けといてください。だけど、いい企画、お願いします。ああ、そうだね。次は勝ちます。で、よく坂本ちゃんコメント欄に入れるんで、坂本ちゃんもコメント言ってくれるんでね。あ、そうそうそう。コメントにコメントちゃんと返してくれるんで、ぜひコメントもいただきます。そこら辺まめなので。せーの、また見てね。また見てね。最後チャンス。なんかやることだったの？何やる？家族チャンネルをやろうと。家族チャンネルやんの？家族チャンネル。どんなん、どんなん？Vlog っていうの？料理作ったりとか、みんなで出てやるんだね。自分たちでやる？いや。俺が醤油だなったら、通いなさんだよ。
編集のお手伝いしてみな。一応俺は所有なんで、まあ、喧嘩してここがあまり儲かりすぎたら文句言い出すよ。俺もそこの動画に出ろと。で、またやることになりましたんで、ここにではもうチャンネル貼ってあることでいい、まあ、貼ってあると思いますんで、ぜひそちらの方もで家族でちょこっと撮ったりとか、いろいろね、塗り替え道場で出したやつもちゃんと出てよ、ちゃんと出てよ。ねえ、出てねえ。お願いします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 。6月27日、ベストボディこちらの2人が出るので、ぜひとも応援の方よろしくお願いします。あ、もちろん会場当日僕も行きますので、みんなで熱い応援しましょう。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。